x p 7二4羽根プロペラを装備する試作機。リパブリック x p 7二は第二次世界大戦中のアメリカ合衆国で開発されていた戦闘機。アメリカ陸軍航空軍向けの迎撃戦闘機であり、P-47 サンダーボルトをもとに開発された。プラットホイット2 r 4 3 6 0 2十機統制型エンジンを搭載し、 延長軸で操縦席後方に配置された下級機を駆動した。武装としては1 2 7ト、mm、ル機関銃を6機主翼に備え、翼下には2つの千ポンド爆弾を搭載できた。リッパブリック社は XP-72 の開発と並行して操縦席後方にライト R-2160-42 気筒液冷静型エンジンを搭載し、二重反転プロペラを 使用する XP-69 という試作機を設計していた。XP-69 は高高度での運用のために余圧コックピットを採用し 37mm 機関砲2機と 12.7mm 機関14機という武装だったが XP-72 の方が有望と考えられたために開発は1943年5月11日に中止された。 XP-72 の試作機2機は1943年6月18日に発注された。1944年2月2日、4羽プロペラを装備する XP-72 の試作1号機が初飛行を行った。続いて1944年6月26日には20反転プロペラに変更した試作2号機が完成した。 XP-72 の試験飛行の結果は目覚ましく最大速度は時速 772km にも達した。武装を 37mm 機関砲4門に変更して100機を生産することが決定された。しかし、この頃の第二次世界大戦の戦局は高速の迎撃戦闘機より長距離を飛行できる護衛戦闘機を求めていた。さらに迎撃機としても 新たに開発が進められていたジェット戦闘機の将来性にはかなわないと考えられたため、XP-72 の生産はキャンセルされた。諸言性能武装、ありがとうございます。